はい、どうも皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室、平田です。本日はですね、こちら買いました。今大手町の方の教室にどんどん準備を進めてまして、でもうドラムセット2台は用意できたんですけど、3台目ですね、今どうしようかなと思ってて、でハイブリッドドラムとかも作ってたんですけど、使ってるんですけども、シンバルの音、シンバルを叩いた感触が、電子ドラムのシンバルとちょっと違うってことで、ちょっとこの辺はどうかなと思って買ってみたんですね。でこちらが、ゼンの、ローボリュームシンバルですね。他にもいろんなメーカー出てたんですけども、値段的にもかなり安かったんで、これにちょっとしました。はい、あと音ですね、ローボリュームジルジアンから出てるのもあるんですけども、音量がかなりちっちゃすぎちゃって、なんでジルジアンのよりもちょっと音量が大きいっていうことで、こっちをあえて選びました。それでも本物と比べるとだいぶ音量がちっちゃいんで、ちょっとその辺をご紹介したらなと思って撮ってます。はい、で、実際叩いてみます。かなり音量出ると思います。喋ってる声とドラムセット叩く音量変わりますので、パソコンで見てる方、ちょっと音量を落としながら聞いてみてください。まず、ローボリュームシンバルです。はい、こちらですね。なんで会話しながら叩いても平気ぐらいですね。ちょっと大きいですね。チップと当たる音は結構します。この特にハップ、出ますね。これはあんま出ないです。続いて、普通のシンバルですね。パイステ PZT ですかね、7。はい、こんな音量します。交互に叩きます。はい、やっぱりこれ聞くとなんか音大きいかなと思ったんですけども、かなり音量が抑えられてます。一応ハイブリッドドラムに、ちょっと組み込もうかなと思ってます。一応3台目のドラムセットですね。今これと16インチ、これは16インチ、同じ大きさですね。あと18インチのライドと、あとハイハット購入予定です。はい、っていうような形で、ご紹介動画になったんですけども、組み上がったらまた動画撮りたいと思います。ご視聴ありがとうございます。